SAS コネクター SAS コネクターシリアルアタッチドスカジーはコンピュータにハードディスクドライブ等のストレージデバイスを接続するためのインターフェースであるスカジー規格の一種でありそれまではパラレル通信であったスカジー規格をその名の通りシリアル化したものであるウルトラマイナス320スカジーの後継にあたる規格であるサーバーと HDD もしくはテープドライブとの接続に用いられることが主である。コンシューマー向けにはシリアル ATA の方がよく使われている。インジッツの T10 技術委員会がプロトコルの開発、維持を行い、少したが普及活動を行っている。スカジーは当初パラレルインターフェースであったが2000年3月に 規格が策定されたウルトラマイナス320でも16組の作動信号線を 80MHz の DDR で駆動することは難しく、すでにこの時点でも限界が来ていた。2000年から2003年の間により高速な次世代パラレルスカジー規格を策定、製品実装、出荷することは可能ではあったが、相互接続時の安定動作に不安要素が多く、ハードウェアベンダーにとって、 大きなリスクであった。また、もう一つの HDD インターフェース規格であった、パラレル ATA が、同様の問題を回避するために2000年に、シリアル ATA へと舵事を切り始めており、パラレル技術を継続する、妥当性も問われた。最終的に、ATA と同様に太い接続コードと、大きなコネクタ類から解放されて、今後高速化の余地が得あるシリアル化を模索することに、 した。パラレルスカジーの次の企画であった、ウルトラマイナス640は2003年に策定されたが、あまり普及していない。最初の仕様である、SAS マイナス1.0が2003年5月8日に、正式に標準となり、2006年頃から本格的に普及し始めている。シリアル ATA と比較して一般に効果、高信頼であり、主にサーバー用途である。 転送速度は3.0規格で最大 1200MBS。通信方式が全20であること、デュアルポートをサポートし、上長化が可能なことも、高信頼な理由の一つである。また最大ケーブル長が10メートルまでと、シリアル ATA の10倍程度と長く。シリアル ATA デバイスを接続できることも特徴であり、実際に、 シリアル ATA 規格のデバイスをそのまま SAS コネクタに換合することが可能である。例えばコンピュータに SAS ホストバスアダプタを搭載さえすればデバイスはシリアル ATA、SAS どちらとも接続できる。これにより両者の混在環境も可能となる。ただしその逆のシリアル ATA インターフェースに SAS デバイスを換合することは不可能である。 従来のパラレル、スカジーと比べて、コネクタのサイズが小さくできたため、サーバー用途で望まれていた HDD の小型化が実現できた。スカジーベースの HDD のフォームファクタが3.5から2.5インチへと主流外交しつつある。SAS エクスパンダーは、コンピュータの SAS ポート数以上のデバイスを接続可能にする拡張性拡大のための機能、デバイス。 USB のハブのような中継デバイスである。規格上は最大16,384台を接続できる。SAS エクスパンダーを多重化することも可能である。ありがとうございます。